皆さんはマスターデュエルに、エレメンタルヒーロー、エア・ネオスが収録されていないことを、ご存知でしょうか。まずこのカードの効果は、自分のライフポイントが相手のライフポイントよりも少ない場合、その数値だけ、このカードの攻撃力がアップする、という効果で、一見弱そうに見えるかもしれませんが、実は近年、ネオスにいろんなサポートカードがあって、例えば、ネオスフュージョンによりカード1枚から、デッキ融合で、彼を出せたり、と4月23日に発売された、新パック、パワーオブジエレメンツの新6カード、インスタントコンタクトも簡単で出せます。しかも、自分のライブを削りながら、相手の動きを止める、ダイノルフィアとの相性も良くて、他にも、防御の旋律、デストルドーの効果使って、自分のライブを半分にし、ハリファイバーから3妨害を構えながら、次のターン、アナコンダの効果使って、ネオスフュージョンを墓地に送ることで、彼の攻撃力を6000アップするというコンボもできます。先行、後行問わず、ネオスの強い1枚となりますが、となると、なぜマスターデュエルに収録されていないのですか？実はこのカードの名前が問題です。このカードの英語の名前は、エレメンタル、ヒーロー、となりますが、イタリアのとある航空会社の名前が、しかも、エアは航空方面でよく使われる言葉なんです。となると、商用の問題で指摘されるの可能性があるので、よって、彼の名前そのものがダメみたいです。この問題は別に、マスターデュエルだけじゃなくて、他の遊戯王のゲームソフトや、長い間、ネオス数々の関連カードの中で、なぜか、この1枚だけが未収録というケースも多いから、おそらくとても残念ですが、今後ともマスターデュエルで彼を使うことが不可能と思います。個人として、実は私の、ダイノルフィアデッキで、今も、彼を使っていますが、皆さんが、彼を使う場合、どのようなデッキで使いますか？もしよければぜひ教えてください。それではまた次回でお会いしましょう。